自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。さあ今日私はおやつにぴったりの甘いお菓子の作り方を5つ紹介します。まず1つ目早速いきたいと思います。私が用意したのは、パンの生地ですね、生生地、そしてヌテッラというあの甘いチョコレートソース、そしてシュリコンのカップケーキの型ですね。そしてこの生地を伸ばすためにガラスのコップ、そして、小さいまな板とそれを切るための糸を用意しました。この糸を使ってとても簡単に生地を切ることができます。さあでは早速この、生地をね開けていきたいと思います。これよくドイツで売っていますね、この生生地なんですけれども、このように、もうね完成した生地が生で売られています。とても便利なんですね。でそちらを、コップで丸く伸ばしましたら、チョコレートソースを上にこのように塗りまして、くるくると丸めましょう。さあこのように、細くなりましたら、先ほどの糸を使ってこの生地を3等分いたします。このように下から糸を回してクロスしてキュッと引っ張ると、とってもね綺麗にスッと切れるんですよ。こんな感じですね、ロールケーキみたいです。さあこれを早速シュリコンの型に並べます。1つ目、では、3等分しますので、あともう1回切ります。2つ目で、切れたらばこちらのシュリコンカップに入れてください。これで完成です。では、まだねこの生地残ってますので、すべて同じように、作っていきます。伸ばしてチョコレートソースを塗って丸めたら3等分します。3等分したものをシリコンカップに並べてください。こんな感じですね。さあどんどん作っていきますよ。さあできました。こんな感じに3つのね生地を詰め終わりましたら、オーブン180度で15分焼いてください。するとこんな風に完成します。ぷっくり膨らんでとっても可愛いですね。このシリコンのね型のいいところは、このようにパッとあの焦げつくことなく取れるところです。これ一応パンですのでね、取って食べてください。さあ2つ目、ワッフルを使ってとっても美味しい甘いスナックを作ります。このワッフルは、自分で作ったものではなく市販のものなので、どんな形でも大丈夫ですが、四角がやりやすいかなと思います。そして、こちらハートのマシュマロにチョコレート爪楊枝を用意しております。とっても簡単です。このワッフルを4等分にナイフで切りましょう。このようにサクッと、すいません、6等分の方がいいかな。いや、そうですね、そうですね、6等分の方がいいですね。ちょっと小さめに作りましょう。では、片面にチョコソースを塗ります。たっぷり塗っちゃいましょう。塗れたらばもう一つの四角を上に乗せて完成です。さあこれをどんどん作っていきましょう。チョコソースを塗ってもう一つの四角で蓋をします。よっと。でこれでね、あのペアがなくなるまで全部作っちゃいましょう。で完成したら爪楊枝の先に、ハートのねマシュマロを刺してあげて、このできたチョコレートワッフルを刺してあげる、チョコレートワッフルに刺してあげると完成です。とっても可愛らしいおつまみになりました。きっとねみんな好きですよね、これ。私も大好きです。さあでは3つ目、こちらはとっても甘くて美味しいシェイクを自分で作ってみました。用意したのは、透明のねミキサーのケースに、スコップ2つ分の、いちごアイスを入れています。そして 200ml 牛乳、そしてヨーグレットという、ドイツにあるチョコレートの、ね、お菓子、そしてヨーグルト 150g とこのシェイクを入れる可愛らしい瓶、そしてホイップクリームの、
プレーを用意しております。では早速牛乳をアイスに入れまして、ヨーグルト、そしてこのチョコレートバーはちょっとね周り、砕きやすいように小さくして入れてあげましょう。さあ私はこの、ハンドミキサーを使いますが、皆さんもちろん普通のねミキサーでガーッとやっていただいても大丈夫です。しっかり全部が混ざるまでミックスしましょう。さあシェイクは完成です。このシェイクのね飲み物を飲み、コップに移して、ホイップクリームでデコレーション、で最後のチョコレートバーは一つ上にポキポキっと割ってデコレーションしました。可愛くできましたよ。さあ、どんどんいきます。4つ目、こちらはブルーベリーとマスカットを使ったこのなんていうんですかね、串ですね。はい、スティックです。このブルーベリーちょっと大きめの、ね、ポロッとポルンとしたものを選んでください。そして今回用意したのはこの食べ物に書くことができるというペンです。食べることができるペン、面白いですよね。では早速この串にブルーベリーをどんどん刺していきましょう。とっても簡単です。プスプスとどんどん刺していきましょう。そして最後、串がもう終わるなというところに来たらマスカットを締めに刺してあげてください。さあではこのマスカットにお顔を描いてあげたいので、先ほどのペンを出してきて、このようにニコちゃんマークを描いてあげましょうちょっとした工夫でとっても可愛くね、フルーツが飾られますね、飾れますね。はい、では、最後です。こちら電子レンジで作ることができるカップケーキを作ってみたいと思います。用意したのは小麦粉が、大さじ5、砂糖が大さじ2、そして油も大さじ2で、ベーキングパウダーを少々、卵は1つ用意しております。そして飾りとしてこのチョコレートスプレーですね、このチョコレートの小さい粉といいますかね、あの飾りを用意しております。そしてそれを混ぜる用のスプーンとフォークを用意しました。これだけでとっても簡単にできます。このカップケーキを作りたいカップは、もともとこの中でね混ぜてそのまま電子レンジに入れてしまうので、耐熱のものをね、熱に強いものを選んでください。卵を入れて、砂糖を入れて、油を入れます。よくよくかき混ぜられたら小麦粉を、そしてベーキングパウダーを少々入れてしっかりかき混ぜます。このように、滑らかな、ね、生地になりましたら、チョコレートスプレーを半分ほどジャジャジャと入れてしまって混ぜます。そして最後上の飾り付けにばらまいたら、これを電子レンジに入れましょう。800ワット90秒です。さあできました。もうできちゃいました。こんなにね簡単に、美味しそうなカップケーキができましたよ。皆さんいかがでしたでしょうか。このアイディア、気に入ってくれると嬉しいです。生クリームで飾り付けするととっても可愛いですよ。やってくれると嬉しいです。